すぐ終わるっしょ、どうせ。出てくんのかな。ワク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 、ワクワク、ワクワク、出てこなきゃもうここで終わりですわ。ぶっちぎれて。おお、これ出てくる雰囲気だ。ボードも来るよ。曲流れてきたー。捕まえたは道息づく花のぬぬぬ。もうじゃ悪そう。きたー。マリシャン、マリシャンはいいや。ダカール。地球はいいところだぞ。みんな早く降りてこーい。来たロランセアック。てかこのステージ、ちょっと待って、マリシャンしか戦えるキャラいないんですけど、クリアできない。何か掘っているみたいだが、あ。フラットはフルフラットじゃないですよ。モビルスーツの名前ですよ。ビシニティが懐かしいなー。ね、見たくなってきちゃった。久しぶりに宵越しの祭り、ムーンレースの僕がこのビシニティの人間になるんだ。ムーンレースというのは月の人間ですね。ロランというのは月から降りてきた少年、偵察のために来たんですが、まあ、このビシニティっていう街で馴染まなくちゃいけないんで、ここで生活を始めるんですね。そして、あ、来た来た、ふふふみんな、地球ってとってもいいところだぞ。早く戻ってこい。地球はとてもいいところだ。みんな、早く戻ってこい。はぁ、あ、タイム見たくなっちゃったな。はあ、そして出てくるモンシア注意まあパイロットの腕は確かなんですけれども、荒くれ者ですね。フラット、難しいこと言ってますね。ライディーン、ライディーン。マリシャン可愛いな、これ。おい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 、これなんだ、これ目が緑色だし、眉毛もこの時代にしては綺麗に整ってる。結構先を見ているデザインですね。絵がちょっと高すぎかな。タイガンダムというのはですね、まあ、知らない方に説明をしますと、まあ、いろいろあって大きな戦争みたいなのが起きた後、ちょっと文明が一周して、なんかこう、なんでしょうね、最先端からなんか、なんでしょうかね、ちょっとこう今のこの自分たちがいる現代よりもちょっと昔みたいな文化に戻っちゃったんですよ。農作業とかしながらなんか鉱石を掘ったりしてっていう生活になっちゃってるんですけども、そんな中にやっぱりその過去の大きな戦争の時のモビルスーツとか、まあ、ロボットのことですね、モビルスーツとかが残ってたりして、そういうなんかこうアンバランスな世界観になっていたりします。よし、浦木明すごいな。そう、アキラさん、アキラってキャラクターいるんですよ、このライディンっていう。だから主人公なんですよ、響きアキラ。これです、これ。これアキラって読むんですよ。フランドール、この女の子の名前でございます。まあ、フランはですね、まあんまり男っ気のない人生だったんですけれども、キースでしたっけ、なんか
変な中途半端なやつと結婚したような気がします。可愛いな、おでこ広いもんな。コートかな、何のためにいるのか分かんないよな、いつもスパラボで。多分なんかガトーを敵で出したいから0083を参入させるんですけど、正直コーはあんまり使いたくないみたいな、そういう意図があるんでしょうね。あ、ジョセフだ、ジョセフじゃなくてジョゼフですね、ジョゼフヨット。化石銃や機械銃だって倒せやしないよ。ロランセヤック君、そしてキエロお嬢様、これが美人さん、皆さん恐るおののけって感じですね。グエン様っていうのはグエンサードラインフォード、かなりイケメンで御曹司なんですが、ちょっとあれですね、男の人が大好きです。出たー、ソシアハイムだー、鬼かわいい。これは大層なおてんばでらっしゃる。でん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 おらー、見てください皆さん、見てください、要チェックですよ、写真に撮ってもいいぐらいだ。このソシエハイム、口をとんがらせている、怒っているのか拗ねているのか、この表情から伝わりにくいところもありますが、何はともあれ第三者視点から見れば一言可愛いとしか言いようがない。このお姿はまさにお嬢様。いやー、入ったねこれ、入ったね。そうですね、文学に励むキエルハイムとそれに対照的なソシエハイム、姉妹にしてこの兄にしてこの弟アリーみたいな、しのぎ兄弟みたいなもんですね。全然似てないです。メシェ君、アミハエル、こんなんいたな。大佐、パレードは急ぐことになった。ついに招かれざる客が来る。イケメンだな、グエンサード。ホモーホモホモー、ストーリーしっかりしてんな。では選ばれた一組が代表としてホワイトドールの前で成婚を授け合います。私と共に行くのはどなた？かわいいね、ソシエね、かわいいね、ソシエね。え、何を言ってるの？これがジョゼフヨットですね。なんていうか変なやつです。プライド高いですね。こんなトンパチなのによく死ななかったなって感じですけどね。アシドじいさんだ、妙に日本人顔ですよね、シドじいさんって。なんかすごい将棋がそこそこ強いみたいな顔してますよね。うわ、ちょこらのやつには負けん、だがプロレベルではないみたいな。マウンテンサイクル、さあ
裸になっちゃいましたよ、ロランスヤック。そしてこのソシエお嬢さんも服の下はゴニョゴニョ、おほおほほ、うっ、えっ、はあいや、これはですね、決してですね、単影ガンダムというのは、18禁の作品ではなく、つまり、神秘的なお祭りだと、そういうことなんでございます。はい。アキラさん、これ歌ってや、確かにこの曲が歌うべきですね、アキラさんは。我に6つの聖痕を授けたまえ。これでですね、まあ、このビシニティという地域に伝わるお祭りの儀式でして、成人になった人にヒルかなんかを使ってこう背中にですねあざをつける儀式だったような気がしますね。そう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 、そうだそうだ、合ってた合ってた。なんか原始的でいいですよね。そして可愛いよね、顔、性格、体、隙がないと思うよ。でも俺ら負けないよ。普通に始まっちゃったな。そろそろもう寝たいけど、まあいいか、頑張ろう。覚えようとしています。いい曲ですよね、月の眉、菅野様の曲なので。あと、あ、ちょ、アキラさん、ちょっと書き間違えてます。で、さっきアキラさんもうアキラっていう固定案ついてたんでそのままでよかったんですけど、なんでそれ上書きしてアにしちゃったんですか。ダンゴさんおやすみ。アキラさん、アキラさんっていうかアキラ、アキラ、言いづらいな。アキラって言うと自分がアキラさんに対してなんかこう呼び捨てにしちゃって調子乗ってるみたいに思われちゃうかもしれないんですけど、でもこの作品出てくるアキラというキャラクターはやっぱアキラと呼ぶべきで、これをアキラさんと呼ぶと自分がなんかマリシャンになっちゃったような錯覚を覚えちゃったりして、それはそれでどうなのかなっていう気持ちにさせられますね。マリシャは恋愛モードですが、これの返答はいかに。ダメだこいつ、カップルなら資格ゼロ、横浜行ってなんかこう海に突っ込んでデート失敗しとけって感じですね。マリシャな、こんな美人さんがアキラ、あ、アキラさん、まあいいか。セントスって黒人と絡んでから調子乗ってるよね。どういう発想だろうこの流れで。ちょっとこれハロ、いや別に調子乗ってるって言われるのはいいんですけど、黒人さんがそこ出てくる意味はちょっとわからないな。全然お、そしてかわいい。ケント作るなよ。いや、いじけてないんです、全然。そうじゃなくて、なんか、こく、あ、なんだ。キャー！マリ、みんなの元へ戻るぞ。わ、わが、マリさん、この世の終わりみたいな顔してるな。おっと、これは多分、今回唯一の、ロランの戦闘じゃないですかね。これ以降、ロラン使えないですからね、男の子だし。確かここでビームライフルを撃つ、そんなエフェクトがあったような気がします。ロランってば、なんて不愉快な連中だ。泣き虫ポーだ。このポーエイジというキャラクターはですね、まあ女の人で軍人なんですよ。でこう結構気も強くてそれなりにやれる子なんですが、感情的になりすぎるところがあって、で行き過ぎると泣きます。よく泣きます。泣き虫ポーエイジなんて言われてますね。ちょっとかわいそうな子ですが、まあいい子です。素直だなって思いますね。ムーネ星なんか怖いですね。レイジング大風ポーエイジ。まあ、ハリー・オードなんていう男の人に無理やりキスされたりしてましたね。
まあ、薬飲まされてか、あれちょっとエッチですよね、考えてたら。いや何を言ってるんだセントス、おい落ち着けよ、3時30分だからってまだそういう時間帯ではない。そしてハイムは今現在裸か。ムラなの？ムラムラしてません。来た。タンウェイタン、タンエイタン。何やれ？コックピット動いている。何かが光ってます。誰が決めたんだ？何なの？あれ。コックピットだ。乗っちゃう？コックピットって？コックピット、操縦席です。運転席じゃないんですか？あれ、座席ですよ。専門用語知ってるのバレたくないから。ちょっと、運転席じゃないんですかみたいな。で、ロランっていうのはですね、このソシエハイム、ハイム家か、ハイム家の運転手をしてるんで、だから運転席じゃないんですかみたいなことを言ってちょっとお茶を濁したって感じですね。でも実は好きで、運転免許じゃないや、パイロットの試験というか教育を受けてるんで、操縦する素養はあるんですよね。でロランは結構やる子なんですよ。こんなやさ男なんですけど、すごくセンスあるんですね。さあ、ロランが月から降りてきたフラットとはまた違う様相を呈しているこのガンダムの名前はターン A、ホワイトドールって言われてますね。ホワイトドールに機械人形が入っていたの？入っていたんですよね。これはモビルスーツだ。なんでモビルスーツが遺跡みたいになっているんだ？しかも動くのがすごいですよね。モビルスーツの反応？地球にモビルスーツなどないはずだぞ。勝手に動いている。止められない。撃っちゃうよ、ビームライフル撃っちゃうよ。さあ、このビームライフルはポーの乗るウォドムを狙っているんですが、その先には街がある、非常に危険。せつなさん、ダメだ、勝手に体が勝手に、これは大神一郎の名台詞じゃないか。当たったか？やだ、いちいち気にするまでもない。おい、ウォドムやっぱ固いな。ほのれ、調子に乗るな。おお、やっぱタメ。やめてくださいよ、僕は戦うつもりはないんです。声優さんたちもいいですけど、効果音もいいですよね。 SE っていうんでしょうかね。やばい、ポー泣いちゃうよ。やばい、どん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 ポーのストレスが溜まってってる。レクチャーデートしか受けてないんだ。どうしよう。なんか自分の記憶なんですけど、あの黄色く点滅しているのがコンテナなんですよ。この上に乗るとアイテムはもらえるんですけれども、隠しコンテナみたいなのも結構あのマップ上にあるんですよ。でなんかこの穴の上に乗ると結構それがあったような気がするんですよね。まあ別にそれ下調べするのもあれなんですけど、まあどちらにしろローランは戦えないんで。おい、ちょっと待って、これ全然移動できないんです。そうそう、マウンテンサイクルです。サーバインを拾えないと思いますけど、ないかな。ほら、あった、チョバムアーマーかよ。まあ大したことないな。
結構覚えてるもんですね、なんか。もんしゃ。うーらっけ。でももうストライキもあるか。カカシもねえんだよ。すごいな。あら、出ちゃう。熱血感のアキラさんはライディン、血気盛んですね。ちょっと待ってよこれ。あ、ポー、やばいやばいやばい、完全に角田次郎の絵になってるな。そうなんですよ、そうそう、ライディーンも遺跡から出てきた奇跡のロボットですから、ある意味では確かにパン A とちょっと似てるところがあるんですが、こういう絡み方っていうのは本当に外伝ならではなんですよね。え、そういう発想があったのーみたいな。これ調べないとダメかな。あの今ジョキャラ縛られみたいなプレイをやってるんですけれども、このステージにマリシャンしかいないんですよ。これ完全にマリシャン一体で戦えってことですかね。それ可能かな。今日救援来ないのかな。これきついな。ちょっと待ってよ、本当に気合い入れていかないと。円を使えばできなくはないかもしれないですね。無理かな。罪どうなんだろう。最悪ローラーはありでいいんじゃね。いや、そういうのはそういうのはないですわ。ちょっと待って、これ援護受けられなくね。受けれねえし。なぜかっていうとブルーが空中に飛んでいて、そしてキースのジムキャノン2並びにモンシャのジムカスタムは地上にいるからなんですね。マジかー、これ無理じゃねえか。あ、でも敵ウォドムだけか。誰かな。ウォドムって確か回復、そう、自動回復持ってんだよな。これ無理かな。時間がたったら終わってくるシナリオだったらいいんだけどな。もう味方出てこないぞ。マジか。消えて規制あるんじゃないかな、森ね。マジかよ。どうしよう。5段で撤退か。じゃあ撤退してもらうしかないですね、マジで。まあ頑張ってみるか。5ターンか。その間すべて クリティカルが出れば。いや無理だろ、どう考えても。無理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 。今多分700当ててもこんなん次のターンに回復しちゃいそうな気がしますね。え、マジかよ。
もしゃあないな。逃げてもらうしかないな、フィル・アッカマン。おお、どうしよう、かっこよさそうだし、反撃はできない。おお、照準内に捕捉した。いけー。このモンシア様に当たるた、いい腕してるぜ。援護しましたからね。モンシア女にしとこう、それありかな。I don't need 口づけになんとか。射程内に入った、行け。当たるわけにはいかない。当たるわけにはいかない。遠すぎるか、遠すぎるか。完全にこれ横島くんですね。三上さんみたいな。セントズおはよう。ポー、この女なんだろう、あのコメント。ほら来た、すごいすごい、マウンテンサイクルすごい、あんますごくない。ドンキーのペン、ターンで撤退か、まあ頑張るし、てかもうターン4ターン経ってますもんね。アリちゃん頑張ろう、ほら体力全開ですけど頑張ろうね。やってるな、この時間から来てやってるなって発言も面白いですよね。アムロとブライトとコーデセイントとかもできそうだな。そうですね、あとじゃあシュバルツと、あーでも氷河役の人っていうのはガンダムに出てるのは G ガンのゴンユーファぐらいじゃないですか。あ、おやすみの方おやすみなさいませ。セントスが一番好きなガンダムって何ですか。 Z ガンダムじゃないですかね。あ、機体ですよね、ガンダムです。あ、でもガンダムバックスターとかすごい好きです。ダブル2ガンダム。セントセイヤでキグナスってぶっちゃけいらないよね。いや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 、例えばですよ、相手が敵のセイントを利用して戦おうみたいな時に氷河を狙うしかないんですよ、心の弱い氷河を。だから氷河いります。あー、いっちゃった。よかった、なんとか終わってくれた。トッシーがくしゃみしてるぞ。それはいきませんね。この声の主は誰ですか、あのヒゲの人。ハリオードじゃないですよね。ミドガルドとかキャラクターミラン失勢感とか、キャラクターの名前あんま覚えてないですけどね。
トークス崩壊。そう、ディアナ様、話の分かる方ですよ。月の女王、クエンさんっていうのはまあ悪い人じゃないんですけど、野心家なんで、ちょっといろいろと、まあメリーベル大好きっていう感じですね。あ、ヒゲのある機械人形なのか。おヒゲのあるホワイトドール。おヒゲ、かわいいな。もにおいても我を見失わずこういう発言を言えるっていうのは、まあ、非常に大事なことですよね。リーダーシップのある男、グエン・サドラインフォード。我が方は黒の歴史が語る機械人形を発掘したのだ。そして今ちょうど報告を受けたばかりのホワイトドールをあたかも自分の戦力かと言わんばかりに言えるっつうのは、これ作詞ですよ、このグエン・サード。マジか、これほんといい加減しろよ。ノリンか、はあ、どうしろってんだよ。とりあえずブルーがフル改造しなくちゃいけないな。高性能ガソリンエンジン、ちょ待って、マジでどうしろってんだこれ。バザーもないし、バイオセンサー、ハイブリッドアーマー。え、ちょ待って、これバイオセンサーだ、バイオセンサーだろうな。次の試合救援ないと戦えないですけどね。あ、次ソシエトメッシュで使える、マジか、来た。あ、次の試合やりたいけど、ちょっと今日はこれにて終了していきましょう。はい、ちょっと続きやりたいですが、せっかくやるんならもっと頭がクールな時にやりたいですから、ちょっと今日のところはこれにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。